韓国の最新の防衛白書で、日本が格下げ扱いされたことが日米両国からの注目を集めているね。これに対して、日本政府が今後どのように対応するか考えるのは当然だが、本来は国民の意見も取り入れつつ慎重に検討する必要があるよな。今回は軍事における韓国との関係性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国に配備されている F-35 ライトニング2ステルス戦闘機 A 型 F-35A は最先端の技術を有する第5世代戦闘機として区分され、その運用状況や戦術的な役割がどのように展開されているかは、地域の安全保障環境において重要な要素でもあるよね。F-35A は、そのステルス性能や多角的戦闘能力により、韓国軍の戦力向上に寄与しているのも間違いないよ。また、中国が日常的に行っているスパイ行為の指摘については、国際的な緊張関係や情報戦が背景にあるため、それに対する警戒は必須だな。無論各国は常に他国の軍事技術や戦略に関する情報を収集しなければならず、この点においては継続的な監視と防衛策の強化が求められるぜ。日韓とその周辺地域全体の安全保障環境を考慮するなら、F-35A を含む各国の軍事力は注目の的であり、その動向は今後も密接に監視されることになるだろうね。日韓の F-35 ライトニング2戦闘機の導入計画には、いくつかの違いがあり、韓国は2019年3月に始まったアメリカからの F-35A の導入で、2021年までの3年間で合計40機を購入する予定となっていたよ。一方で日本はより広範囲な計画を持ち、A 型と B 型の合計147機の購入が決定しており、この大量購入の背景には、日本の防衛戦略と地域の安全保障要求が詰まっているな。価格に関するところで言うと、日本の場合、F-35AB の平均単価が約116億円と高額であることが報じられているぜ。そこには技術移転の一部の他に、機体の最終組み立ての容認、メンテナンス用の整備場の建設といった、コストを押し上げる要因が含まれているらしい。一方で韓国はこれらの追加コストを避けるため、アメリカで完成した既成戦闘機を直接購入していて、それで韓国は日本よりも比較的安価に F-35 を導入できる契約を結んだよ。ただし、韓国が選択したこの契約は、技術移転や国内での産業参画の機会を限定的にするため、長期的な産業及び技術的自立に影響を及ぼす可能性が浮上したんだ。また、F-35 のメンテナンスやサポート体制に関しても、韓国は将来的な交渉を通じて、さらなる合意を模索しているらしいが、そこには国内での整備能力の構築や他国との共同利用の可能性など、多岐にわたる戦略的考慮が含まれるだろうな。このように、日韓の F-35 導入計画は各国の戦略、財政的な選択、将来の産業基盤に向けた目標に基づいて異なるアプローチが取られているってわけだよ。アメリカからすると F-35 プログラムの契約において、韓国空軍のメンテナンスを日本またはオーストラリアに設置された整備拠点で行うことを義務付けたのは、複数の理由が存在するね。まず、このアプローチは整備拠点を限定することでコストの効率化と質の維持、情報管理を図る戦略的な判断からだよ。高度な技術が要求される F-35 の整備を専門的に行える拠点を狭めることで、経費の効率的な分配と専門技術の維持向上が期待されるわけだな。また、日豪には初期から F-35 プログラムにおいて高いコストを払って技術移転や整備施設の設置に投資しており、当然これらの国への配慮も含まれているぜ。これは日豪が支払った高額な契約と、それに伴うコミットメントを考慮した結果であり、そこで整備が行われることは、投資の回収や地域内での技術力の向上を促進するってわけ。韓国としては、国内での F-35 の整備能力の構築を進めたいと考えている反面、初期の契約では他国の整備拠点を利用することにも合意していたみたい。ところが2024年4月、それを覆すかのように韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したため、
チョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した格好となるな。この契約が日韓関係や地域内の戦略的バランスにどのような影響を与えるかは、今後の発展により明らかになっていくだろうし、政治的な課題や技術的な要求が交錯する中で、アジア各国は最適な解決策を模索していかなければならないと思うぜ。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトには多くの課題があり、中でもインドネシアとの共同開発が不透明な状況にあったね。インドネシアの F-16V 型ブロック70購入計画が発表されたことにより、KF-X プロジェクトへのコミットメントが後退している可能性を示唆していることが、プロジェクト全体の資金調達と進行に影響を与えるとも言われているよ。また、韓国の KF-X 戦闘機の開発に必要な費用が1機あたり約140億円と見積もられていることは、経済的な負担が非常に大きいというのも間違いないな。これは、近隣国が F-16V のような既存の第4世代以上の戦闘機を非常に低価格で調達できる状況と比べると、特に顕著だぜ。F-35A ステルス戦闘機の単価が約84億円まで下がっている現状において、KF-X のコスパが疑問視されるのは避けることができないだろうからね。そもそも韓国の防衛産業にとって、自国で戦闘機を開発生産することは国家の技術力と産業力の向上に寄与するという大きなメリットがある一方で、その経済的負担とリスクをいかに管理するかが今後の課題となるように思えるよ。KF-X プロジェクトの未来は、国際的なパートナーシップ、資金調達、技術開発の進展に依存するとともに、中国や北朝鮮との地政学的な要因にも左右されるだろうな。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトは、さらなる地域の防衛力の増強や産業技術の自立を目指す野心的な試みであるが、様々な課題を抱えているのは間違いないぜ。この度 KF-X の開発費用が1機あたり約76億円とされ、これが 4.5 世代戦闘機の価格として適切かどうかは議論の余地があるけども、国際市場で利用可能な既存の高性能機と比較すると、その競争力が問われているのも事実だね。インドネシアとの問題に関しては、過去の政治的な背景と現在の軍事装備のアップグレード戦略が複雑に絡み合っているとともに、東ティモール問題の影響で西側諸国との関係にわずかな亀裂が入り、その影響が韓国の武器購入政策にどのような影響を及ぼすか注目されているよ。アメリカが F-16V をインドネシアに売却することが、どの程度の政治的な配慮を必要とするか、その決定が中国との関係にどのような影響が出てくるかも懸念されるみたい。KF-X プロジェクトにおける革新技術の国産化の問題は、戦闘機自国開発における最も困難な課題の一つであるが、韓国はエンジンや兵装など、いくつかの重要な部品を国内で生産する能力が限定されており、これらの技術をアメリカやヨーロッパから依存せざるを得ない現状だな。この依存は、戦闘機の完全な国産化を目指す上で大きな障壁となっており、それは韓国だけでなく、日本も含む多くの国が直面している問題でもあるわけだ。しかも、戦闘機の開発と生産は極めて高度な技術と莫大な投資を必要とし、アメリカだけでなく、仮想敵国のロシアや中国などの軍事大国だけが完全な自国生産を実現しているぜ。他の国々の中でも特に中小国は技術の輸入や国際共同開発に頼らざるを得ない状況が多く見られるため、このような国際的な技術依存を脱却するがごとく、韓国が KF-X プロジェクトを通じて克服しようとしているとも見えるね。この挑戦がどのように進展するかは個人的にも楽しみであり、韓国の産業能力と国際政治の動向に深く影響されることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国海軍はこれまで次々に自国開発の潜水艦を生み出す日本に対して、日本に追いつけ追い越せとばかりに潜水艦建造技術をドイツから学んできたよね。
その技術を習得し蓄積してきたことによって3000トン超の通常動力型潜水艦を自国で開発し建造できるまでになったぜ。今回は韓国海軍の潜水艦とサンアンチャンホについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。3000トン超級の通常動力型潜水艦チャンボゴ 3KSS3 のとサンアンチャンホ級のネームシップであるとサンアンチャンホは2021年8月13日に就役し、2番安部が2023年4月26日に、3番関心最高が2024年4月5日に就役していて、最終的には6隻の建造が計画されているよ。なお、韓国において潜水艦建造を担当してきた造船会社は、これまでキョンサンナムドコジェシオクポドンにあるテウ造船海洋とウルサン広域市東区にあるヒュンダイ重工業の2社で、トサンアンチャンホ級潜水艦ではトサンアンチャンホとアンブガテウ造船海洋、新最高はヒュンダイ重工業が建造し、4番艦から6番艦まではテウ造船海洋に発注され5番艦まではすでに寄港されていたんだ。しかし2019年3月8日、テウ造船海洋の株主であった韓国産業銀行とヒュンダイ重工業が、テウ造船海洋の売却に関する本契約を締結したためテウ造船海洋ヒュンダイ重工業グループ入りすることになったな。そのために韓国産業銀行とヒュンダイ重工業が新たに持ち株会社として韓国造船海洋を設立して、その傘下にヒュンダイグループ系造船会社3社とテウ造船海洋が入る予定とされたのであるが、この買収には韓国国内における承認だけでなく日本や中国、果ては欧州においても独占禁止法などを所掌する当局の許可を得る必要があり、長い時間をかけて交渉に当たったものの、欧州連合 EU の当局の許可を得られずヒュンダイ重工業による買収は立ち消えとなっていたぜ。そして2022年9月、韓国産業銀行からテウ造船海洋の新たな売却先として、ハンファグループとの間で条件付き投資合意書を締結したことが発表され、ハンファオーシャンとして生まれ変わったのだったね。韓国海軍では1980年代から国産の通常動力型潜水艦を保有する計画を立て、そのための技術を潜水艦先進国であるドイツから学ぼうと考えて2段階に分け技術を取得する KSS 計画を立て、その第一段階として KSS1 計画を立案し、ドイツの輸出用通常動力潜水艦209型を導入することになったんだ。この計画は209型潜水艦を建造していたホバルツベルケドイツ造船 HDW のキール造船所において1番艦チャンボコサツキの建造を発注し、その際に韓国のテウ造船海洋の技術者たちをキールに派遣して建造技術を学ばせた上で、2番艦リセン及び3番艦チェムソンはドイツから艦隊のパーツを送らせてテウ造船海洋のオクポ造船所で組み立てるノックダウン生産という建造方法を取ったんだって。そして、4番艦パクウィ以降はライセンス生産によってテウ造船海洋が国内建造を引き受けることになったのであるが、18隻とされた建造計画は9番艦イオッキの収益で終了とされ、韓国の潜水艦建造計画は第2段階に進むことになって KSS2 計画が発動となり、次級のソンオニル級の建造に移行したぜ。このソンオニル1級潜水艦は209型と同じくドイツの HDW が開発した214型と呼ばれる輸出用通常動力型潜水艦で、基準排水量1700トン水中排水量1860トン全長65メートル最大幅 6.3 メートル喫水6メートルとチャンボゴ級潜水艦と比べて一回り大きなサイズとなっているな。214型は非対機依存推進システム AIP が導入されていて、水中排水量は209型の約1300トンから約1900トンに増加された発展型であり、チャンボゴ級の建造による技術取得で潜水艦建造のノウハウを取得していたテウ造船海洋が建造を担当するものと見られていたんだけど、その予想に反してそれまで潜水艦建造経験がほとんどなかったヒュンダイ重工業が3隻を建造することとなったよ。1番艦のソンオニルは2006年6月に浸水したんだけど、その偽装工事中にスクリューからのノイズが大きい欠陥が判明したため、推進軸を交換するなどした後に2007年12月に就役し、
2008年12月に2番艦艇地、2009年12月に3番艦アンジューコンが就役したんだ。しかし、1番艦ソンゴニルは就役後も推進軸からの騒音が収まらず、実戦配備に就くことができないままも試験航行が続けられていて、2011年4月に改修のためドック入りしたものの、問題を解決することができずその後20ヶ月間も放置されていたぜ。そして1番艦のスクリュー騒音問題が解決できないまま2番艦定置、3番艦アンジューコンを就役させたものの、2010年にはこの3隻全てが運用を停止されていたことを、朝鮮日報などが報じているな。その原因は、甲板と艦橋を接続するボルトが緩んだり折れたりする問題が発生したためで、1番艦損も解かずで2006年から2009年の間にその現象が6回発生、2番艦定置では就役後2年間でやはり6回、3番艦アンジューコンでも3回発生していたらしい。原因は当初、韓国で製造されたボルトの強度不足が原因とされて、ドイツの HDW の規格によるボルトに交換したんだけど、ボルトが折れることはなくなったものの緩む問題は解決することができなかったため、HDW の技術者が韓国まで出向いて調べたところ、ボルトだけでなく艦橋と甲板の接続部分そのものの強度が不足していたことが判明し、金属板などで補強して半年かけて解決したものの、その原因には韓国製造業における手抜き体質があったのではないかとも言われているね。その後の調査は続けられ、結局のところ韓国企業において潜水艦に使用される超高張力鋼板を加工する技術力が不足していたことが原因であることが分かって、4番艦以降については建造経験を持つ手を造船海洋と交互に建造することになったんだ。その後も損もと一級通常動力潜水艦はトラブルが絶えず、搭載されていた非待機依存推進システム AIP は浮上せずに、数週間に及ぶ作戦行動が可能であるのが売りなのだが、搭載されている燃料電池の不具合が発覚して数日程度しか潜航できないことが判明し、ドイツなど他の導入国ではこのようなトラブルの報告がないことから、韓国で製造された燃料電池に不具合があったことが明らかにされていたな。この他にも4番艦まで全艦の水中騒音が海軍の要求基準値を 40dB 以上も超過していたことが判明したが、それを解決するめどが立たないとして海軍では5番艦以降の要求性能に水中騒音基準を含まないことにして建造を進めたらしい。その後もソンゴニル1級潜水艦が定期点検修理後に基地に移動しようとした際に、原因不明のトラブルにより海上で立ち往生して、民間のタグボートに曳航されるなどのトラブルが多発しているぜ。そのような韓国の潜水艦建造事情の中で初めての国産開発潜水艦として登場したのがトサンアンチャン補給だね。トサンアンチャン補給は海上自衛隊の新鋭潜水艦体型型と艦体サイズなどが近いが、大きな違いとして対地巡航ミサイルなどを発射するための垂直発射装置 VLS が6機搭載されているよ。VLS には韓国が国産開発した最大射程距離は約 1500km 対地巡航ミサイルヒョンム 3C の発射が可能で、対地攻撃能力が重視されているんだ。ヒョンム 3C 巡航ミサイルは、2010年頃に実戦配備が始まった対地攻撃用の巡航ミサイルで、その最大射程距離 1500km に達すると言われてされ、北朝鮮や日本全土への攻撃が可能だな。韓国の潜水艦名にはトサンアンチャン砲をはじめ、朝鮮独立運動家の名が多く付けられていて、保有潜水艦20隻のうち、リセントチャンボ号を除く18隻に抗日活動家の名前が付けられ、その9割が抗日活動家で占められているのは、友好国としてどう見ても異常であり、日本を敵視しているとしか考えられないとする声は多いようだ。そして、ヒョンム 3C 巡航ミサイルの搭載は北朝鮮よりも対日本を意識したものだとして、KSS3 計画においてはこの先 VLS 数が増えるなど重武装化されているのは、韓国が実効支配している竹島を武力で取り返しに来る可能性が高いとして日本を仮想敵国として見ているとする見方も出ており、韓国への不信感は拭えないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているよ。105機の配備が予定されている通常離陸型の F-35A の他に、垂直短距離離着陸、ショート竹オフバーティカルランディングストーブル型の F-35B を42機導入する計画だな。今回は護衛艦加賀が2024年中にアメリカ東海岸で F-35 運用評価試験を実施している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この F-35B を艦載機として運用するために海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 出雲及び加賀において軽空母として運用できるようにするための改修工事が実施されているね。2023年11月13日にアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の調査研究所であるアメリカ海軍調査研究所ユナイテッドステイツネイバルリサーチラボラトリー NRL が日本の空母が2024年に F-35B 運用評価試験を受けるために、アメリカ本国の大西洋側にあるパタクセントリバー海軍航空基地に来訪すると発表したことが話題となっていて、この場合の日本の空母とは2023年中に飛行甲板の形状変更改修が完了したかがを指しており、2024年中にアメリカ東海岸に赴いて長期間にわたって滞在して、F-35B 運用評価試験を受けるものとみられているよ。この F-35B 運用評価試験とは空母上で F-35B を運用するにあたって適切であることを証明するために必要な手続きで、F-35A と F-35B に艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である。F-35 ライトニング2統合プログラムオフィス F-35 ライトニング2ジョイントプログラムオフィス JPO が空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上において安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストのことなんだ。この試験はアメリカの東海岸大西洋側にあるパタクセントリバー海軍航空基地メリーランド州に所属する試験評価飛行部隊 VX23 のみが実施する試験であるため、F-35B の運用資格取得を希望する艦艇は、アメリカ東海岸まで航行して出向く必要があり、試験はそれぞれ個艦単位で実施されるため、たとえ同一設計の同級艦であったとしても、必ず運用を希望する艦ごとに認証テストを受け直さなければならないぜ。これまでアメリカ海軍で F-35B を艦載して運用する原子力空母や強襲揚陸艦などの他に、イギリス海軍のクイーンエリザベス級空母のクイーンエリザベスとプリンスオブウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブールがあり、護衛艦加賀がこの試験に合格すれば、F-35B を運用できる空母を保有する国として日本が4番目に名乗りを上げることになるな。イギリス海軍が威信をかけて建造した正規空母クイーンエリザベス級の1番艦クイーンエリザベスと2番艦プリンスオブウェールズは基準排水量4万5000トン満載排水量6万7699トン全長 284.0 メートル最大幅73メートル水栓幅39メートル喫水 9.9 メートルと中国がウクライナから買い取って初めての保有空母となったようね。旧ソ連海軍が設計建造していたバリアーグに匹敵する大きさがあるんだよね。クイーンエリザベス級空母の特徴は、アイランド型の環境構造物が艦首側の航海作戦用環境と、間にエレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用環境の2つに分割して設置されている外観にあり、これはどちらかの環境が攻撃によって使用不能になった場合の降誕性を確保するとともに、二つのアイランド艦に煙突を配置することで直下の艦底に配置されている機関から排出される排気通路を短縮することが可能となり、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されているというよ。搭載機数は最大で F-35B を36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機の発着艦は発艦にスキージャンプ台を用いて着艦は、垂直降下する STOVL ショート竹オフバーティカルランディングストーブル方式が採用され、発着艦兼用の滑走レーンは艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式となっているんだ。ただ、
同級の飛行甲板が左舷側に大きく張り出していることから、将来的にアメリカ海軍の原子力空母のように、アングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと着艦制動用のアレスキングワイヤーをすることで CATOBAR、カタパルトアシスティドテイクオフバットアレスティドリカバリーケトーバー方式や中国海軍の遼寧と、三島などと同様のスキージャンプ台からの発艦とアレスティングワイヤーによって着艦制動を行う STOBAR、ショートタケオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式に対応することが可能とされているぜ。また将来的には大型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の運用が想定されているために、2021年頃から CATOBAR 方式への改装が検討されているのであるが、当初は UAV への対応だけを想定されていたため、最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤーの設置が検討されていたな。しかしその後、F-35C や FA-18E スーパーホーネットなどの有人固定翼機の運用も検討され始めたため、官能原側に UAV 用に55メートルの長さのカタパルトを設置した上で、左舷側には90メートルの長さの電磁式カタパルトを設置し、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているらしい。クイーンエリザベスにおいては2018年9月に、やはりアメリカ東海岸のメリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施されていて、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練が実施され試験に合格していたよ。そして2番艦のプリンス・オブ・ウェールズは当初2021年に運用評価試験が予定されていたのであるが、2020年10月に大量の海水が機関室に浸水する事故が発生して、電気系統の設備が水没してしまい、その修理に長い期間を要してしまうんだ。その後改修工事が完了したプリンス・オブ・ウェールズは2023年10月にメリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけでなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する、SRVL シプボーネロリングバーティカルランディング試験も実施され、10月29日には初めて F-35B による夜間 SRVL も実施されたことが伝えられたね。またイギリス海軍の2隻の空母の他にも、イタリア海軍が運用している軽空母カブールで、F-35B を運用するための運用評価試験が2021年3月に実施されたぜ。カブールは基準排水量2万2130トン満載排水量2万7100トン全長 236.5 メートル水線長 215.6 メートル最大幅 39.00 メートル。水 8.7 メートルと、海上自衛隊の出雲型護衛艦より満載排水量で約3000トン上回るが全長は 11.5 メートルほど短い艦隊で、STOVL 機の AV-8B ハリアー28機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターを8機搭載している軽空母となっているな。イタリアの空母は、カブールの仙台にあたりカブールの収益によってヘリコプター揚陸艦に監視変更となった、ジュゼッペ・ガリバルディ以来、護艦防御用の武装が重装備であることで知られていて、ジュゼッペ・ガリバルディはフリゲート並みの重装備とまで言われていたね。カブールの兵装は 76mm 単装速射砲が2機、25mm 機関砲3機に加えて、フランスのナバルグループが開発した。シルバー A43 垂直発射システム VLS が8セル ×4 機で32セルあり、単射程型の艦対空ミサイルアスター15が装填されているよ。出雲型護衛艦を軽空母として改修を進めることが決定されたことで、日本が世界で4番目に F-35 艦載機として、運用する国になることを受け、日本政府と防衛省は海上自衛艦と航空自衛艦からなる視察団を、2023年10月末のプリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣して、同艦において実施された試験を視察させて情報収集に努めたな。プリンス・オブ・ウェールズでの試験の中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っており、
加賀でも同様の試験が実施される可能性があることが指摘されているぜ。今回は先に飛行甲板の形状変更などの空母化改修が進んでいた加賀が派遣されて F-35 運用評価試験が実施されるが、同型艦の出雲についても次の改修が実施され次第同様の試験を受けることになり、それらが全て完了する頃に海上自衛隊に太平洋戦争以来念願とされていた空母艦隊が誕生するかもしれないとして期待が膨らんでいるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。